姫路でですね、一番代表的なのは、この白川、約1800年ぐらい前からですね、盛んであったというふうに、歴史上でも残ってある、大変有名で、このなおかつこの市川のほとりでしかできなかった、姫路の白川豆市というものに、大変、興味を持ってます。私たちも今3代目の、この豆市業をですね、私もやらせていただいてますけれども、その昔から伝わっているその白豆市というのが、どうしてこんなに柔らかくて白くなるのかというのが、不思議で大変、しょ大変で、それはですね、一番に見しますと、この皮の中にあるそのバクテリアがですね、特殊なバクテリア、もう何千年も前からそこにあるそのバクテリアがですね、今でも受け継がれている。そのバクテリアが作用して、白い本当に柔らかい皮を作ることができる、そういうふうに私たちは思うようになりました。Thank you.
まあな、2階の方でか、うん、こっちの方で冬にできるか、夏にできるかによって匂いができた製品が変わるんでしょ。カーブだけ使うと、ものすごい音が出るの。やってみる。こなすね。お、ね、で、すべてあかんからやってみ。あ、はい。こうですね。腹、うん、つけて、ここ。あ、ここに。腹つけて、やってみ。いや、なかなか難しいんですよ、これが。あのね、なかなかね。うん、いや、私がやると、こう、綺麗に抜けないの。なんかね、皮にね、すごくこれ傷つけるんじゃないかと思って。傷つかないで大丈夫です。大丈夫？うん。ああでもなんかこうあのお漬物の匂いがするのよ。あのぬか漬けのね。うんうん。匂いがするの。乾かせ。乾かせ。手に入れへんやんか。うん。雰囲気的にはそうやな。そうか。まあ要するに痛みがあるやつやな。そう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 。言ってみる。今度は2月末だったら。あんたさあ、下手くそ。皮洗いだ、困る。これ、難しいでしょ。難しい。これやったら、そこにそげてしまうから。これはもう。ちょっと薄くしすぎてしまったの。何また仕上げる、全部。あ、仕上げるの？うん。師匠が仕上げてばらダメ。皮洗えたらもう、ダメやから。の文化だもんね。と日本ではそういうのは作ってなかったわけでしょ。日本はもう明治入ってから、うん、外国から来たんです、うん、
なぜかというと別に上着の裏にあるだけでなくて、つけなかったら皮が悪い。69もあるの。おさんの方が58やってるね。そうなの。うん。ほんまや、あんた。白はじっと見とるの。白は。Thank you.